日本四国地方徳島県徳島市鴨名地区鴨名地区は徳島市の行政上の地区である。徳島市の西部に位置する。1937年に徳島市へ編入された名東郡鴨名町の領域とほぼ一致する。ただし、佐古地区との境界はかなり異なる。徳島市西部、悪井川岩に広がり、古くは 悪意川の氾濫原だった吉野川デルタの一部を占める。さらに、美山北西六を経て、分水嶺まで広がる。東西に並行して走る、北の県道30号と南の国道192号沿線と、増本駅周辺が商業地で、他は住宅地である。人口は、徳島市による推計。三世帯以下の町名、小子の人口は各町の人口から除外されている。 町境と一致しない地区境のうち、北や山町内を通る地区境は、鴨町編入前の旧市町村境と、ほぼ一致している。しかし、佐古、南佐古内を通る地区境は、鴨名町編入前の旧市町村境とは大きく、異なる。国府地区、不動地区とは、悪意川を介して接しており、橋で結ばれている。八幡地区、上八幡地区とは微山山中で接している。 鴨地区、佐古地区とは違いが連続している。諸説あるが、鴨号と名方号の合成だとする説が最も支持されている。鴨号は平安時代にこの地区、または周辺にあった里で、その性格は位置については諸説あるが、大日本地名辞書は鴨地区から鴨名地区にかけてとする。考古学からは鴨と書かれた平安時代の牧書土器が、 小町から出土したことから、鴨名地区、佐古地区とする説が有力である。1889年10月1日、町村制施行により鴨名村が成立した。現在の鴨名地区のほぼ全域を含んだが、徳島市との市町村境は、現在の佐古地区との地区境とかなり異なった。現在の佐古六番町八番町のそれぞれ一部と、南佐古六番町八番町が、 鴨名町だった。一方、佐古八番町の内鴨名地区に含まれるエリアの一部は鴨名町ではなく徳島市佐小町だった。市町村制以前の町村、市町村制下の市町村、旧大技、鴨名町編入直後の町、現在の町、JR 増本駅 JR 枠井駅地蔵院。ありがとうございます。